ご視聴ありがとうございます。シーサーです。今日は、僕のいつもの家じゃなくて、あのとある方のお家にお邪魔しております。腕時計のある人生チャンネルを運営されている、RY さんでございます。はじめまして、 RY と申しますよろしくお願いします。いやありがとうございます、はい、まさか RY さんのご自宅に来れるとは。いやいや、ようこそ、ウェルカムです。半年ぐらい前に、あの RY さんの腕時計紹介を、させていただいて、で今回はあの RY さんの文房具を拝見しようという企画で。文房具ですか。で、まあ、RY さんのちょっと経歴について、あの知らない方ももしかしたらいると思うので、ちょっといいですか。はい、はじめまして、腕時計のある人生という YouTube チャンネルとブログを運営している RY と申します。私はですね、あの本業であの船長と呼ばれるような仕事をしておりまして、まあ、主にですね、海外で、まあ、船に乗ってですね、あのその船長業務をしているというものなんですね。なんですけども、あの趣味の腕時計のですね、魅力をとにかく分かりやすく皆さんにあの発信したいということで、やっぱ時計好きってね、なかなか人がいないので、もう悶々としてですね、とにかく腕時計の、 あの話をしたいということで、この、ね、インターネットの世界にブログで最初バーってぶつけて、で今はあの主に YouTube をさせていただいているというものです。あとはフォルツァスタイルっていうですね、あのファッションスタイルマガジン、ウェブマガジンで毎週ですね、腕時計羅針盤という記事も書かせていただいていますというものですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にすごい経歴の方で、海外線って言っても150人の、本当にいろんな国籍の方が働いてて、その中のキャプテン。まあそうですね。はい。で年齢が31で、31でキャプテンっていう、いやもう全然スモールキャプテン。いやとんでもないですよ。いやとんでもない。で本業でもすごいのに、あの YouTube の方もめちゃくちゃ。あの今もうそろそろ5万人。そうですね、はい、もうちょっとで5万人ぐらいですね、登録者数ありがたいことにっていう感じでやらせてもらってます。2足のわらじまあ3足のわらじか、ウェブライターも含めるとそうですね、やってます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で今早速ちょっと、RY さん の、はい、あの持ってる文房具について拝見していこうと思います。 RY さんの文房具をこのように並べていただきました。ちょっといつ頃買ったのかっていうのを、あの軽くご紹介していただけますか。はい、わかりました。ですね、右から順番に、まあ、若い順なんですけども、まあ、この鉛筆とかですね、鉛筆はまあ小学校低学年の時ですね。小学校低学年、まあ、なんで買ったっていうよりは使ってたっていう感じ、で、小学校高学年になるとちょっとこうシャープペンシルに憧れて、まあ、シャープペンを手にすると。なるほど。そうそれで、はい、この蛍光ペンとか、赤いボールペン、それからこの、多機能ペンみたいなのがですね、まあ、大体中学校ぐらいに始まって、もう本当に大学頃までずっと使ってたのが、まあ、この辺のラインナップに。すごいですね、結構物持ち良くないですか。いやもう、そうそうなくさずにずっと同じものを、まあ、そうですね、そんな感じで使っていて、で大学生になると結構ちょっと高級感のあるボールペンなんですけど、これはまああのシンガポールであのちょっと買ったやつで、あと社会人になってからは、まあ、社会人になった記念で、なんかこう自分のための1本いいボールペン欲しいなということでこれを買って、でこのロッドリング600っていうのはもう本当に一番最近買った、それこそシーサーさんの動画見ていやめちゃくちゃかっこいいなと思って、はい、それであのポチらせていただいたのがロッドリング600っていう、まあ、小学校から今現在にまで至るっていう、まあ、こういったラインナップになってま す, ます。やっぱりなんか年齢を追うごとに味が出ていくっていうか本当だね本当初めて自分で並べてみたけどそう思うわ、面白いですよね。面白いですね。ではコレクションの中から、まあ、1本ずつ、RY さんに紹介していただこうかなと思います。まず一番右のこの鉛筆から、はい、ちょっと、はい、エピソードトークって感じでエピソードトーク、いやでも本当にあの文房具好きのチャンネルがこの、ね、シーサーさんのチャンネルでこんなあのものを紹介していいのかっていうね、恥ずかしいんですけども、いやこれがですね、まあ、私が本当に小学校1年生の時とかから使ってたやつですよね。もうミッキーマウスっていうね、よく残ってますよね。いやそうなんですよ、結構あって、でなんかね当時って、なんか2ビー以上柔らかいの使っちゃいけないみたいな謎に言われてたんですよ、学校で、それで HB なんですけど、そうだから結構ねみんなこんな感じでミッキーマウスとかポケモンとか、ね、ポケモンとかあの鉛筆使ってたんじゃないかなと。そうですね、思いますね。僕たちの時もそうですね、ポケモンばっかりでしたね。あポケモンか、これミッキーマウス、そうこれミッキーマウス
ね。いや恥ずかしいな。いやいや、そうそう。でその後にですね、これもう皆さん流行ってたかどうかわかんないですけど、バトエンってご存知ですかね皆さん。バトエン、バトル鉛筆って言って、僕聞いたことない、ね、本当ですか。そのジェネレーションギャップ、ね、ジェネレーションギャップある。例えばこういう鉛筆あるじゃないですか、はいはい、でこれ六角形ですよね、はい、で六角形のそれぞれの面に、うん、相手に何ダメージみたいな、うん、でこの鉛筆のヒットポイント HP とかなんかあって、こうやって転がし合って、はい、相手に、はい、30ダメージみたいな、30ダメージで相手から20ダメージ食らったみたいな、どっち勝つかみたいな、あったんですよ。で僕らが小学校 1,2、はい、年生の時にも空前絶後の大ブームで、うん、そう、それで、まあ、ポケモンのバトエンとかですね、ドラゴンクエストのバトエンとか流行ったんですよ。でみんなでわわわわしたら、うん、もうついに学校で禁止になってですね。それで出てきたチートアイテムがこうキャップ、キャップ鉛筆のキャップにバトエンがついてるっていう、ね、鉛筆についてなければもういいんだっていけるだろうというチートアイテムが登場しましてですね。そう、すごい賢いですね。そうそうそう、ほら見て、ここに全員に10ダメージとか、そうだからあの4人対戦とかもできるわけでね、10ダメージとか全員に1回休みとかあって、これ知らないからみんな、僕だけなのかな、ちょっとコメントで教えていただきたいんですけど。そうそう、多分ね、知ってるっていう人は大体の年齢わかるかもしれないですね。あ、確かに確かに。そうで、ついにこれも禁止されるっていうね、悲しい末路がたどった長いやつらです。じゃあ次の、はい、鉛筆、はい、これも鉛筆なんですけど、これはですね、なんかもうおじいちゃんおばあちゃんとかからですね、うん、こう送られてくるような、まあ、逆学業成就なんて書いてたりしますけど、こういうふうになんかこう、親戚とかから送られてきた、うん、まあ、あの入学祝いじゃないですけど小学校の時に、うん、というようなものですね。まあ、これあの新品なんですけど、当時はまあそれを使ったりとかもしてましたね、うん、結構質感高いですね今見ると、まあ、そんな感じで小学校低学年の時は鉛筆だったんですけど、はい、まあ、やっぱり小学校高学年にもなってくるとですね、うん、みんな、あ、なんかこう男の子っぽくなってくっていうんですかね、男の子っぽくこうメカメカしいものが好きとかなってくじゃないですか、うん、そうですね、で結構ねシャープペンシルとかがだんだんみんな使い始めたんですよね、うん、僕も低学年は鉛筆しか使えないみたいな、うん、確かそうだったと思います、なんかルールあったと思います。ボールペンも禁止されてたんですよね、なんか。あ、そうなんですか。そう、で高学年になってやっとシャーペン使えるっていうふうになって、初めて買ったのがそう、まあ、これじゃないけど、これじゃないけども、はい、当時のシャーペンシルどれを買ったかちょっと覚えてないんですけど、多分もう捨てちゃってて、うん、まあ、多分それと似たようなシャーペン持ってきたんですけど、まあ、多分こんな感じですね。なんかね、別にこだわりとかなかったと思いますね、うん、普通になんか、あとはあ、ちょっと今手元にないですけど、はい、ドクターグリップ、あ、ドクターグリップ、うん、とかはめちゃくちゃみんな使ってましたね、はい、ふわふわでここの持ち心地が、やっぱ使ってたんですね、うん、RY さんの時も使ってましたね。あ、そうなんですね。ドクターグリップはちょっと衝撃的な気持ちよさでしたね、うん、太くて持ちやすいし、そうそうそう、あと振るとカチャカチャ出てくるのあるじゃないですか、ありましたね、あれ便利なの書いてて、うん、カチャンみたいな、うん、あれがちょっとね、あれロマンあります、ね、あれかっこよかったですね。え、あのその高学年の時買ったのは振って出てくるやつですか、うん、そう、あ、そうなんですね、ドクターグリップと、あとはこういう普通の、あ、そうなんだ、なんかカチカチやって出てくるような、なるほどなるほど。でもクルトカの発売年って、うん、的に考えると、あのこれもしかしたらまだ発売されてないかもしれない、うん、あ、そうですね、RYさんがあの学生の時、あ、そうかもしれない、ちょっとわかんないですけど、うんうん、これあの弟のやつから引っ張ってきたんで多分こんな感じだったなっていうので、まあイメージショットとしてちょっと持ってきました。まあ小学校高学年はそんな感じでしたね、うん、でそれからですよ、あ、まあこういった蛍光ペンが登場してくるのが、はい、中学生に入ってからですかね。まあそうですよね、テスト勉強とかで、うん、ノートとかでまとめたりするときにね。そうなんですよ。で僕ノートにまとめるのがすごい好きで、授業の内容とかを、うん、特にカラフルに、うん、あの彩るのが大好きだったんですよ。うわ、でも想像できるな、今のあのパワポ形式の動画のいや確かにそっか、あの完成度はその中学の時から。いや、そうですね、あの時のノートないかな、うん、ちょっとねぜひ見せたいんですけど、うん、理科とか社会とか特にめっちゃこだわって作ってて。あ、そうなんですか。そう、今思えば、うん、僕の今のプレゼンの土壌は中学校のあのカラフル なるほど、まとめで培われたと言っても過言ではないかもしれないですね。そうそうそう、結構意外でしたね。結構なんか男の人って、うん、あのノートまとめるとき、はい、あんまカラフルにまとめないイメージあるじゃないですか、うんうん、そうそう、書き殴りみたいな、ね、そうそう、書き殴りみたいな。いや 僕そっち派だったんですよ。そうなんです、ね、ひたすら書い、逆に僕ノートあんままとめなくて、はい、ひたすらコピー用紙に殴り書きするみたいな、うん、そ
その方が天才肌でかっこいい気がします、ね、いやいや僕みたいななんかめめしい、なんかねめめしい感じしますよね。そうそう、で、まあ、そんな時に活躍してたのが、まあ、こういった蛍光ペン、うん、でこの蛍光ペンも別にこだわりがあったわけじゃなくて、うん、ほらよくあの受験期になると、うん、あのいろんな塾の人たちがこう配ってるの分かりますか、はいはい、あのなんかその、あー、配ってますね、パンフレット、塾のパンフレットとかに、はい、あれだけだと全然さばけないから、うん、中にこういった蛍光ペンとか入れて配ってるわけですよ、うん、で蛍光ペンがあるとみんな食いついて食いついてね、あるんですけど、まあ、僕バイトでそういうのもやってたんですけど、あ、そうですね、そうそう、で、まあ、学生中学生の時に、うん、まあ、そんな感じであの道端で配ってるやつをこうかき集めて、うん、蛍光ペンをゲットしてたっていう、なるほど、ケチーエあれやってましたけど、買ったわけではない、買ったわけじゃない、そうそう、ね、そういうので入手してましたね。なるほど、はい、で、まあ、あのこの辺の、まあ、ボールペン類ですね、ボールペン類、うん、この辺の、まあ、滝のいろんなカラフルなやつがあったりとか、まあ、こういった普通の赤ペン、うん、黒ペンとかは、まあ、本当に中学校から高校、うん、大学まで、うん、あの使ってましたね。これも多分ここに早稲田アカデミーって書いてますけどいや、まあ本当に多分早稲田アカデミーとかこうやって配ってて中に入ってるやつをもうそのまま取って使ってたみたいななるほどそう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 、まあ、意外とね、うん、使い勝手いいですもんね。いや、そうなんですよね、もらえるものって。いや、だからボールペンとか、うん、文房具にこだわるっていう感覚全くそんな概念なくて、うん、いや、そうですよね、多分 RY さんの時は本当に特にそうだったんじゃないですかね。多分僕の世代でも全然こだわってる人いなくて、うん、文房具に。あ、そうですよね。で、多分今の学生さんって結構こだわってる人がいっぱいいるみたいな状況で、もう最近になってこだわる人が増えてきたっていう感じらしいです、ね、そうなんですね、うん、じゃあもう絶対シーサーさんの影響でかいです、ね、いやー少しあると思います、ね、いやいやめちゃくちゃあると思いますねいや出会ったかったそう、いやだから僕ら全然こだわりなくって、うん、もうほんと使い捨てって感じでした。あ、まあ、壊れたら捨てて、なんかそのなんかまた道端で配ってっ入手してみたいな永久期間というか、ね、永久期間そうそう完成してたんです、ね、そうそうそう、だからその時は1000円のシャーペンとか考えられなかったですね、うん、考えられなかったですね。あ、そうなんだ、うん、もう100円とか200円とか全然もうそんなもんでしたよ、ね、そうそうっていう感じでしたね。でそこからですね、時を経て、まあ、大学生の時ですね、うんうん、大学生になると僕らってあの実習であの海外に海で船で行ったりするんですよ、うん、全国津々浦々。あ、そうなんですね。そう、それで、船の実習でシンガポールに日本から行ったんですよね。シンガポールに実習、そう、そうなんだ。そうなんですよ。で、まあ、シンガポールで、まあ、1週間ぐらいあの休みがあって、まあはい、まあ、いろいろ遊びに行けるんですけど、うん、その時にラッフルズホテルっていうシンガポールでもすごく有名な老舗 の、 あのホテルがあるんですよ。あ、なんか聞いたことあります。なんか僕の父もなんか、うん、シンガポールといえば裾のホテルじゃなくて。あ、本当ですか。確かそこだった気がするんですけど。そうそうそう、それでなんかあの父親に、うん、あのなんかあのお土産でも買って帰ろうと思って、はい、で父親用になんかちょっといいボールペン欲しいなと思って買ったのが、うん、これなんですね。大学4年生の、え、これ樹脂ですよね。樹脂なんですか。おそらくマーブ、どうなんだろう、あ、多分アクリル樹脂って言って、うん、あ、なんかそういうマーブル模様を出せる樹脂があって、はい、それを確か多分手作業か機械かで削って作っているんだと思うんですけど、はい、うん、これはめっちゃ綺麗ですね。綺麗なんですよ。一本一本模様も違ってくるっていうことなんですね。多分そうなんでしょうね。ですごいこの回し心地とかもふわふわとして気持ちいいし、この持ち心地も太くていいし、書きやすくて、で結局父親使ってなくてですね。あ、そうなんですね、うん、そう、もう自分で使おうと思って今普通に自分で、はい、使ったりしてますね。結構お仕事に持っていく、うん、持って行ったりしますね。はい、そうなんですね、うん、で結構外国人とかからも、あ、なんか素敵なボールペンしてるみたいな感じで言われたりしますね、うんうんうん、これいくらぐらいで買ったとか覚えてますか、ね、当時は確かね3000円4000円ぐらいだったと思います。あ、そうなんですね、はい、なんかもっとしそうな値段ですよ、ね、うん、もっとしそうな感じするんですけど。あ、そうなんだ。そうそう、当時はね、うん、そんぐらいだったかな、うん、で、それからですね、就職をしまして22歳とかですか、22歳、うん、就職したからにはなんかこう1本自分の記念になるやつが欲しいなと思って買ったのがこの、ウォーターマンの、ウォーターマン、うん、
あのボールペンですね、うん、やっぱりボール高級なボールペンといえばこのカラーリングのイメージだったんですよ僕、うん、黒に金みたいな。あ、確かに仏壇カラーって言われてる。あ、仏壇カラーってですね、はい、そうそう。で今ちょっとテープで隠してるんですけど、うん、僕の名前を入れてもらって、うん、当時ね1万5000円ぐらいでしたねこれは。あ、そうなんですね、うん、で伊東屋でまさに買いました。銀座のあれは渋谷の伊東屋だったかな。あ、そうなんですね。そう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 、で買ったのがまあ2013年ぐらいですかね、うん、あ、そうなんですね。就職した時なんで、就職記念の。そう、結構思い出深いですよね、うん、ですね、はい、すごく気に入ってますね。で当時もいろんな時あのボールペンブランド調べたんですけど、うん、なんかウォーターマンが確かね、うん、すごくこう歴史が深くって。あ、そうですね、うん、そうそうそう。でも万年筆ってちょっとまだ使いにくいのかなとか思ったし、うん、なんかその使いやすさを重視してウォーターマンで、うん、行きましたね。かといってあんま高すぎるのも買えないなと思って、うん、1万5000円ぐらいが妥当かなと思って、うん、はい、買いましたね。これも今でも使ってますね、海外とかで。あ、そうなんですね、はい、でも結構勇気いるじゃないですか、うん、そのいきなり1万5000円のボールペンを買うっていうのは。確かにちょっと緊張しませんでした。いや、めちゃめちゃ緊張しました。 ですよね、でやっぱり買う時にもう、うん、もう本当にいろいろ吟味して失敗したから、うん、そうそう、でようやく買わせていただきました、ね、やっぱりそのアルワイさんの腕時計のコレクションとかもそうだけど、うん、なんか吟味するのがありますよね。そうそう、結構いろいろ考えて熟考して、うん、それでよし買おうってなったのが、うん、それってことだから選ばれしみたいな感じですね。ですね、まあ、当時はねやっぱもう YouTube とかなくって、うん、まあ、あったんでしょうけどそんなに、ね、誰も見てもしなくて、なんか普通になんかホームページサイトとか見てやってましたね、うんうん、でその後にですね、まあ私が働いてて、まあ、目標としてる、まあ、キャプテンと呼ばれるですねポジションに就いたんですよね、はい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 、それが2017年だったと思うんです。17年かな。そうですね、27歳の時にキャプテン、はい、めちゃくちゃ早かったです。あの会社史上最速でなったんですよ。マジっすか。そうそう、超エリートじゃないですか。いやいやいや、まあまあ本当にね、たまたま運があって外国人船長がいて、その人が辞めたりとかね、あ、そうなんですね、いろいろあったりとかして、まあ、運とタイミングがあったんですけど、でなった時にあの、まあ、入社の時にボールペン買ったから、うん、船長になったらあの万年筆買おうっていうのはもう学生時代から決めてたんですよ。あ、そうなんですね。大学時代の時、やっぱ憧れがあったんですか、はい、万年筆。憧れありますよね、やっぱり。何でしょう、うん、その船長って結構サイン仕事が多いんですよね、うん、あ、こう来た書類とかにサインパパパーするみたいな、うん、な時にやっぱボールペンもかっこいいけど万年筆でさって書いたら、うん、なんかかっこいいなっていうのが憧れがあって、で買ったのがですね、ちょっと今手元になくて船に置いてるんですけど、うん、そのセーラーの万年筆を使ってまして、プロフィットギア21だったかな、はいはいはい、だから当時だから万年筆を買おうって考えた時に、うん、まあ、やっぱりパッと思いつくのがモンブラン、ね、モンブランですよね。あと、うん、それに対抗する形でペリカンとか、ペリカン、そう、パイロットとか。パイロットね、うん、あのやっぱ僕舶来品に憧れだったんで、やっぱりモンブランか、そのペリカンの2択で迷ってて、うん、でインターネットとか見てもどっちもいいどっちもいいってなってて、うん、それで、確かねどっか銀座にあるなんかヴィンテージ万年筆を取り扱ってるお店とかに行ったりして、うん、友達と行ったんですよ、そういうのが好きな、万年筆とか好きな、はい、で、行って、うん、まあ、書かせてもらったんですよね、70年代80年代のモンブランとか、うん、したら、まあ、確かに原稿に比べるとなんか、うん、なんとなく柔らかいような気はするなっていう感じだったんですよね、うん、でその友達がですね、はい、まあ、ちょっと参考に俺の万年筆使ってみって言って渡してくれたのがセーラーの万年筆だったんですよ。でその万年筆の書き心地たるやっていう感じでめちゃくちゃ気持ちよかったんですよ。あ、そうです。もう圧倒的に柔らかい、ふわっとね、うん、するような書き心地で、そのなんでかっていうとモンブラン あのペン先とかって14金18金とかだったんですよね、うん、でそのプロフィットギアはですね21金だったんですよ、うん、21金。そうだからまずその金属としての柔らかさっていうのがプロフィットギア優れているのと、うん、あとは先端がなぎなた研ぎっていう風になっていて、うん、日本の武器のなぎなたっていうのがあるんですけど、うん、それの先端に似てるなぎなた研ぎっていうのがあって、うん、それの21金とそのなぎなた研ぎの組み合わせがもう最高によくって、うん、で考えがガラッと変わったんですね、うん、そこで。これまで舶来品しか考えてなかったのに、まさか国産の万年筆に行くとは。で感動して、うん、そのもうモンブランとかペリカンをやめて、うん、セーラーを買いに行って。あ、そうなんですね。
ただ当時からですね、うん、もう世界的にすごく人気だったらしくって、うん、結構もうオーダーストップとかかかってたんですよ、うんうんうん、だから探し回ってようやく百貨店で見つけて、はい、当時ね2万5000円で買ったんですよね。へー。そうで、この前ね、この前って言っても確か3、4年前であるんですけど、はい、ついにオーダー再開して、はい、その時にはもう倍の値段になってましたね。5万円、ね、今買ったら多分5万円とかですね。っていう風になってますね。インクはいろいろ探したんですけど、うん、やっぱりこのあのパイロットの色しずくが、うん、形がすごい綺麗だなと。いや、めっちゃわかります、うん、僕もいつも撮影机の上にあの置いてるんですけど。いや、ありますね、ありますよね。そうそう、これはね映えるんですよ、ね、映える映えるそう、シーサーさんのとこって特にあの、うん、間接照明もあるからめちゃくちゃ映えてます。綺麗に映るんですよ。いや、これ置いとくだけでテンション上がりますね、うん、そうですね、こうやって机の上に。いや、本当にまさにそうです。そうそう。で、まあインクはその深海ですよね。そう、まさに色しずくの深海っていうのを選びました。まあ、なんでかっていうと、はい、外国とかだとその最もフォーマルなカラーって黒じゃなくて、うん、あのなんて言うんでしょうね、スモークネイビーっていうんですか、あのブラックネイビーっていうんですかね、うん、あの黒とネイビーが混ざったような紺色なんですよね、うん、でそれで考えると、まあ、何種類か種類あるんですけど、やっぱりまあ海で働いてる身としては、うん、あの深海っていうのは海にゆかりのあるものを使いたかったのと、あとは万年筆がやっぱりセーラーっていうね、うん、あれもそれも船乗りとかその海にゆかりするものだったので、海にゆかりするものでっていうので、この深海。いや、まさにアルワイさんの職業に合ってるというか。いやー、もうその通りですね。本当にね、この深いブルーがいいですよね、深海。めちゃくちゃ綺麗なんですよね、うん、深海。そうそう。それで、まあサインとかを書くようにしてますね、はい、海の上では。もう結構サイン書くこと多いんですか？いや、めちゃくちゃもう毎日サイン書きますね。毎日、うん、へー。そう、まあ、ちょっとした書類の時はボールペンで書くんですけど、はい、例えばクルーが任期を終えて、うん、国に帰るっていう時に、うん、そのシーマンブックって言ってですね、はい、その人の、乗船日と下船日、何日間乗ってましたよ、ポジションはどんなでしたよっていうのに、うん、最後船長のうん、あのサインが必要なんですよね。でその船長のサインを書くときに万年筆を使うようにしてます、ね、でスタンプガチャンガチャンって押してですね、そうするとやっぱりなんだろうな、例えばこういうなんだろう、まあ、100均で買えるようなボールペンでサインされるよりも、うんうん、やっぱちょっとこだわった万年筆とかボールペンでサインしてあげた方がそれ間違いないですね、クルーも喜びますよね、うん、っていうのであって、ちょっとそこはこだわるようにしてますね、うん、ねぎらいも込めて、ね、確かにそうですね、はい、確かに安物のペンで書かれるより、うん、そうですよね、一流のもので書かれた方が確かにな、はい、っていう思いで使わせてもらっています。で、最近買われたシャーペンが、で、ね、で一番最近買ったのがですね、このロッドリング600ですね。ロッドリング、まあ、シーサーさんの視聴者の方々であればですね、まあもうおなじみのと、おなじみの、ね、言えるとは思うんですけども、うん、これはですね、まあ、私全くロッドリングなんていう、まあ、ブランドもメーカーも全く知らなかったんですけど、うん、まあ、シーサーさんとこうやっていろいろとやり取りさせていただくようになって、はい、でシーサーさんのチャンネルとかも見て、はい、うわ、これかっこいいなっていうふうに思って、うん、そういえばシャープペンシルってもう本当になんだろう、小学校高学年から時が止まってたのか確かにそうですね。でもいい年だぞと、うん、30歳にもなったと、うん、いうことで、うん、確かにシャープペンシルってあんまり大人になると使うことないけど、うん、なんかこう1本持ってたらいいんじゃないかなっていうことで、うん、まあ、シーサーさんにも、ね、相談させていただいてあのこのロッドリング600っていうのを買った次第ですね。いや、めちゃめちゃいいのを選ばれたなと。いや、僕もそのロッドリングのシャーペンの中で、うん、ロッドリング600が一番好きで、やっぱりこの剛性感がすごいですよね。いや、すごい剛性感が半端じゃない、まあ、僕のあのね、あの使ってる時計で、うん、このロレックスのサブマリーナっていうのがあるんですけど、うん、まあ、ロレックスもね、剛性感もガッチガチにすごいんですよ。ガッチガチですね。もうなんかつけたらもう病みつきになる剛性感ですよね、うん、ガッチガチで堅牢性がいかにも伝わってくる時計なんですけど、うん、ロッドリングを600をも使った時に、うん、あ、もうこれは文房具界のロレックス、ね、車界のメルセデスベンツだと思ったほどにですね、剛性感が素晴らしい、書いていて工業製品の頂点と、うん、まあ、言える、いや、まさにそうだと思いますね。ツートップなんじゃないかなと思いましたね。めちゃめちゃかっこいいですね、この組み合わせ。このツートップかっこいいすぎる。そうそう、そうなんですよ。っていうのが、まあ、一番最新の、文房具事情になってます。最近シャーペン使う機会ってあります？シャーペンね、全然使ってないですね、うん、でもこれはなんか本当に使いたくなるような、うん、あの剛性感ですね、うん、
まあ、ぜひなんかあの機会があれば使ってあげてください。いや、そうですね。じゃんじゃん使っていきたいと思います。うん、一番左にペンケースが見えるんですけど。でこのペンケースが就職祝いでボールペン買った時になんかこのまま裸で持っておくのも嫌だなと思ってなんかちょっとこうこのこれのためだけになんかこう買いたいなと思って確か同じく伊藤屋で買ったと思うんですけどまあそんな高くなかったと思いますよ。本当に数千1000円か数千円ぐらいだったと思うんですけど一本用のペンケース、そう一本用なんですけど今はこのロッドリングと一緒に入れて普通にこうやってあの海外に持ち運ぶときとかはこういうふうに入れたりとかして、ね、あの持ってってたりしますね。まあ中ね中で擦れちゃうんでもしかしたら気づいちゃってるかもしれないんですけど、うん、結構こんな感じで持ち歩いたりしてますね。まあ、そんな感じがですね私の、まあ、腕時計じゃないこの文房具事情というふうになってます。ありがとうございます。ということで今回は、腕時計のある人生 RY さんの文房具コレクションを拝見させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと僕もこのチャンネルでこうやって他の方のコレクションを拝見するっていう機会初めてだったんですけど、うん、なんかすごい僕自身面白いなと思ったんでいろんな方のコレクションとか見ていきたいなと思いますしまた何か文房具とか買う機会があればちょっとまた紹介させていただきたいなと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみに今なんか気になってる点とかあるんですかね。よくぞ聞いてくださいましたそうですよ、ですね、一個気になってるボールペンがありまして、まあ、あれはですねローラーボールですかね。ローラーボール、はい、あのそれこそモンブランのマイスターシュトゥックの一番でかいやつ、一番でかいやつのローズゴールドとブラックのやつがあって、うんまあ、あれね本当にかっこいいなと。かっこいいですね。実は、うん、あの昨日ね銀座に行って、うん、あのモンブランのブティックさんの方でね見させていただきましたね。見させていただいて、めちゃくちゃかっこよかった。めちゃくちゃかっこよかったですね。かっこよかったね。そうあれはあのまた何かの記念、うん、あそうですね、になったらまあ、それこそね、うん、YouTube のチャンネル登録者数が5万人にいったらいい、ね、その記念としてなんか買いたいなっていうふうに思ってますね。めちゃめちゃいいと思います。いや素敵なコレクションでした。ありがとうございました。いやありがとうございました、まあ、本当に僕も見て、うん、あ人生だなと思いました。鉛筆からね進化してっていう感じがめちゃめちゃ面白かったです。ありがとうございます。本当にね若い時から使ってるから本当に人生って感じですよね。いやですね、うん、なんかこんなね並べる機会なんて、うんないから、うんうん、本当にいい機会いただいたなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの動画もしいいなと思ったら高評価もしてくださると嬉しいです、はい、では、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。あしゃ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 久しぶりに言いましたね